さあ今回はですね、ブリヂストンのバトラックスアドベンチャークロス X41 というですね、近頃ねアドベンチャーバイクいっぱいある中で、ちゃんとツーリングも高速も乗りながら、だけどやっぱり山に登りたいというね気持ち願望に応えるタイヤとしてですね、この結構ハードなブロックタイヤ、AX41 をですね、今回はヒマラヤへの道と題してですね、本当にあの串谷のですね、あのエクスプローラーパーク登ってきます。だけどツーリングにもしっかり使えるか、ヒマラヤ450と411に履いてですね、まずはね町乗り高速インプレ行ってみたいと思います。サイズがね若干ね違うんですよね。フロントサイズは一緒なんですけど、リアは新型450になると140サイズなわけですよ。この意外と太さがあるのと、あと基本はねチューブレスでいけるんですけど、今ワイヤースポークホイールなので、チューブ兼用でね入れていくタイヤになります。だんだんねこの幅が広くなってくると、まあ140なんでね結構ブロックも大きくなってくるでしょ。これね120サイズだともうちょっとね普通にオフロードモトクロス用タイヤみたいなね、ちょっと形になるんですけど、今アドベンチャーとしてはまあ大体この140とかもう少しね太めになってくるんで、これでね高速道路乗り心地、静粛性とかねすごいいいわけはないと思うんだけど、でも走れるはず。まずは行ってみましょう。バトラックス AX41 のねちょっと高速インプレね、全然ねあのハンドルのブレ感とかねヨレヨレ感そんな感じないですね。もともとの OEM タイヤ、インドのタイヤもねある程度あの直進性のね不足感ありましたけども、でもそこから履き替えてないな。まっすぐちゃんと安定してるし、飛ばしてもねしっかり感ありますよ。あんなに大きなね深めのブロックタイヤって感じはそんなにねしないです。ちゃんと高速ツーリングも十分こなしてくれるんじゃないですか。今ヒマレ450に乗って走っておりますが、高速道路よりも街中を走っている時の方の癖の方がちょっと気になるところがあります。当然、オフロードを走るためのもう大きなブロックタイヤなんで、直進安定性というよりはね、すごくマシンが根が軽いというか、直立している状態よりもとにかくマシンをねマシンが寝ていく感覚が早いというのが印象的ですね。U ターンとかしていてもくるっとマシンがね倒れ込んでいこうという感じが強いんですよね。それを普通アクセルを起こせばマシンが起きてきて直進性が出てくるんですが、かなり直立した状態までいかないとまだねこう根が強いというか、インガーに引き込もうとする力がね働いているような気がします。まあ、これも慣れてしまえば、その特性を生かした走りに切り替えてしまうんですが、ちょっとオートバイが寝ようとする力が強い、その分それを意識して、アクセルワークとか、マシンの寝かし方をですね考えていかないといけないかもしれない。ロードノイズっていうところはねそんな気にならないな。もともとこれ OEM タイヤでもロードノイズねそこそこあったんでね、あの普通に、アドベンチャーバイクとしてのノイズ感はね、まあ、さほど気にならない。一番はねハンドリングと、まあ、耐久性が気になるかなっていうところですかね。さあやっと本コースというかですね、アドベンチャーと言ったら串谷のこのエクスプローラーパークでしょう。初級コースから本コース星1つから5つまで、どこまでこのね AX41 が威力を発揮してくれるのか、公道を走りながらなおかつちゃんとねダートモトクロスコース、エンデューラコース、そういったところをね走破できるかちょっと試してみたいと思います。
ABS 切りたい。よし、なんとか速度落ちました。結構ね、下りの速度がちょっとつきすぎちゃっております。よし、帰ってきてる。まあ最後まで気をつけて、走破していきましょう。ここから真ん中のコースの方に行きます。オッケーオッケー。あ、まただ。よし、クリア。タイヤの問題がちょっと大きいかな。あそこ全くタイヤ食わないので、それでね、ちょっと横を向いちゃっております。 ABS 入れました。おお、やっぱり ABS を切ったら切ったで、今度は結構車速が落ちないなって感じがするけど、でも横は向かないな。もっとね、ハードなタイヤの場合は ABS もね、ちょっと有効になってくるかもしれないです。だけどここはね、ちょっと滑りすぎちゃうかな。さあ、ブリヂストンアドベンチャークロス AX41、 今回はですね、公道、そしてね、高速道路、そして実際のですね、コース走ってきましたよ。使ったのは、ロイヤルエンフィールドのヒマラヤ 411&450 ということで、どちらもね、車重200キロぐらいあるので、まあ今皆さんがね、乗っているあの本当にね、ミドルアドベンチャー、ビッグアドベンチャーなどにですね、今回この AX41 を履いたらまあどうなのかということで乗ってみました。まず一つね、街乗りはやっぱりね、さすがにちょっと癖が出ますね。ロードタイヤとは違ってですね、若干そのハンドリングの違いがですね、出てきてしまうんですが、高速道路の走破は俺は結構良かったと思うな。高速道路は安定して、ロードノイズもね、全然少なく、俺は結構いけたなと。逆にその分オフコースがどうなるのかっつった時に、今回ね、フロントタイヤね、ちゃんと前向いて走ってましたよ。あのね、これと一緒にずっと乗ってたのね、モトクロスターなんですよ、みんな。基本モトクロスタイヤで行ってたところを、こいつになるとグリップしないかな、フロント捉えるかなと思ったけど、全然フロントに関しては安心感があって、ガレバ石を跳ねてった時 の、ま、あの直進性とか、マシンをね、直進に戻す力ってフロントタイヤって結構あって良かったなと思います。リアタイヤもですね、まあ、意外とこうブロック大きめなんでね、結構ここね、上りセクション多いので重量ある車両大変なんですよ。モトクロスターだったらなんとか登ってるんですが、こいつを食わせるのは大変だけど、でもね、ガレバ、砂、土、結構ガンガン行きました。唯一草ですよ。めっちゃ草多かったところは、これはモトクロス用タイヤでもダメかと思うんだけど、でもモトクロス用タイヤだったらもっとね、草の中にも突き刺さったかもしれないけど、そこはね、さすがに若干滑りが大きくて、でもやっぱりね、普通にアドベンチャーを街乗り用で購入した時のタイヤでは絶対いけない、これは。そういった意味ではね、皆さんアドベンチャー、ミドルアドベンチャー、ビッグアドベンチャーとか購入した時に、やっぱりこういうコースでね、ちょっと楽しんでみたいなと思ったら、街乗りちょっと犠牲になるかもしれないけど、俺はやっぱり AX41 履いてですね、どんどん上り、そしてガレバ、砂、土、ガンガン登っていけるトラクション性能を得るのは良いんじゃないかなと思います。今日はね、ヌタヌタの路面がなかったんで、ヌタヌタの路面はね、モトクロス用タイヤでもろくな目にあったことはないけど、まあそれでもね、通常の公道走行を元に考えているアドベンチャーの OEM タイヤで履いてるやつとは全然走破性は違うんで、そういった意味ではね、おすすめじゃないかなと思いますよ。他にもいろんな車両あるけど、まあ、モトクロスはモトクロス用だけど、例えば CRF D5F とかね、いろんな車両ここに置いてあるけど、こいつで行ったら本当にね、どこでも走れる感じがします。
そのまま街の高速乗って帰れるっていうね、街乗りのハンドリングだけちょっとこう取られる感じはあるかな、そんなところを思ってして今回の AX41 紹介してみました。丸山宏の速攻インプレーオフロード、大冒険でした。今日もご視聴ありがとうございます。モーターステーション TV ではチャレンジ女子アナウンサー男子キャスター8期生を募集しております。次戦他戦問いませんのでぜひ皆さんご応募ください。そしてこの動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。